とりあえず、まあ、新しい場所に行けるようになったぞと、あと、遭難してる人を一人助けたので、オッチのやる気が2になったんですけど、なんか、何?回復?回復を、ちょっととりあえず覚えさせたいなっていう状態で、で、ただ、それにはやる気があと1必要なので、ちょっと今回はね、この辺とかが強化できるんですけど、まあ、ちょっとね、一旦ちょっとやる気はね、温存して、次へ向かいましょうか。新しく見つかったエリアに遭難者の信号がいくつか確認できます。はぐれている隊員がいるかもしれません。これさ、悩ましいね。どうしよっかな。探索行く。なんかさ、モス。モスがいたぞっていうとこなんですけど、なんかさ、エリアが広がる。こんな感じ。花吹雪の楽園。で、日だまりの庭に関しては、まあ、45%。まだ半分にも満たない状態で、ちょっとね、まだまだ取りこぼしがある。てかさ、なんかモス気になるぞ、みたいな、そういうところもあるので、先そっち行きたいけどな。でもさ、こっちも行くとさ、どうなんだろうね、新しいピクミンとかもさ、出会えるかもしれない。となると、万全な状態でモスの後を追いかけることもできるかもしれないので、ちょっとせっかくなので、花吹雪の楽園、新たなエリアに行ってみましょうか。いや、なんかさ、もうモスをさ、追いかけることでさ、オリマの遭難を救出するという目標が達成される可能性も、なきにしもあらずなんですが、新しいエリアというね、そう誘惑にもね、ちょっとね、負けてしまう。ので、いや、そう、なんかさ、ピクミンもさ、いるかもしれないので、ちょっとさ、今度は、いや、どうなんだろう。なんか、青ピクミンとかもさ、いるかもしれない。そう、わかんない。ちょっとね、ちょっと全然わかんないんですが、ちょっと花吹雪の楽園、向かってみましょうか。オニオン類とかもさ、さすがに、うわ、なんだ、鳥さんみたいなの。なんか、モコモコの鳥さんがいる。で、花がちょっと散ってて、サクランボが、ちらほらあるね。で、虫がいて、ちらほら資材は見えると。なんか、綺麗なさ、桜が咲いてる。すごい、なんか、春って感じの、エリアに来たんですが、そう、探索していく。で、別にここに到着したから、何か報告があるかなっていうことはないんですが、あれ?ちょっと待って、おすすめピクミンで、赤ピクミンは別におすすめで表示されてなくて、黄色と、あと氷がおすすめって書いてるから、どうしようかな、氷ちょっと全員連れていく。ということは、ここさ、氷のオニオンとかもあるんじゃない?わかんない。わかんないけどさ、ま、氷と、いや、どうだ、ちょっとさ、一応赤はね、強いから、ちょっと15、15、10みたいな。こんな感じで、ちょっと行ってみる。シンプルにね、やっぱ強いのはね、強いです。強いのは強いですなので、で、それさ、ペコペコしてさ、で、待って、これはさ、一旦没収です。で、ピピクミンをさ、ぶつけて、でさ、そのさ、飛んでる蝶々がさ、蝶々がさ、早い、倒して、倒して、で、これはさ、ピピクミンでさ、運ぼうして、で、今さ、ピクミンのさ、カウンターがさ、お休みしてるピクミンがさ、じゃんじゃん増えてる。こんな感じで、まあみんなお休みしてるぞと。で、ここもさ、蝶々がさ、蝶々がさ、すばしっこ、すばしっこ、全然捕まらない。なんですが、撃ち落として、で、ピクミンがさ、また仕事を終えて、さ、お休みしてるので、一旦集合して、なんかさ、これ何?これなんだ?このマークでも見覚えがあるよね。ここに、なんかこのマークのところにモスみたいなんがいたんじゃないっけ?モスみたいなというか多分モスがいたんじゃないっけ?っていうと、ちょっと待てよ。これで、一旦こっちを向く。と、そっちなのか。で、ここの高いところに何かがあるぞ、みたいな、そんな感じみたい。で、そっち側でもさ、早速なんかでも、ん?ここがお宝がある。これはどこ?あ、そこにさ、なんか、マトリョシカ。マトリョシカだね、あれは。
だけど、ちょっと高いので、それは届かないよね。キピクミンのマークも、その台座の上までしか行かないので、回ってこないとダメそう。今、ここのマップってどんな感じ？まあ、ちょうど、ちょっと真ん中、南ら辺から開始だぞ、みたいな、そんな感じみたいなので、となると、まあ、近場で行けそうな、なんかこっち側。こっちを向く。そっちの上、ちょっと今すぐに行けそうなので、ちょ向かってみるか。で、ここに資材がある。敵はいない。安全よし。3匹ぐらいでさ、そう、うお、なんだあいつ、ま、こいつ何、怖い、倒した。倒した。普通に敵がいた。今さ、かなりさ、油断してたんじゃないの。危ないよ。あ、やっぱさ、あれあっちにもさ、いたけどさ、え、こっちもいるの？え、あっちのは何？逆に何？わかんない。全然わかんないが、ここさ、ホリホリできる。ここさ、みんなでホリホリする。ホリホリすると、資材が出てくるんだっけ？いや、わかんない。お宝が出てくるかもしれない。お宝、資材が出てきましたね。ので、みんなでホリホリを終えて、ちょっとさ、これさ、敵じゃない。うおー、敵だ。待って。これさ、こういうのをさ、なんかほったらかしにしてさ、そう、なんかあの、何？みんなでさ、これも敵です。さ、みんなでさ、持って帰るぞ、みたいなのをさ、してしまったからさ、なんか、ちょいちょい敵に絡まれてる可能性が、なんか、さ、あるようなないようななので、ちょ怖いんですが、一旦さ、こうしてさ、で、待って。これ、黄色で、あ、黄色で運んでるね。で、これは？これちょっとさ、みんなで、あ、これもうみんなでやるか。そう。なんかさ、さ、あの、ちょっとずつ人員をかけてって思ったけど、みんなでさ、運んどきゃいいんじゃない？あ、資材運んでるね。で、こっち側はペレット運び終わったビグミンたちがお休みしてるのと、こっちもお休みしてるね。こっちはなんだっけ？わかんない。っていうかさ、そこをさ、バリバリ敵がいるのと、お宝ここ結構あるね。あれ？ここさ、さっき、モスのとこ行かなかったっけ？なんか上がれなかったのかな？ちょっとわかんない。わかんないけどさ、そのさ、この鳥さんみたいなさ、怖いや。怖い。あ、大丈夫？一瞬は捕まってるかなと思ったけど、大丈夫そう。これは、あ、これお宝だね。ので、そう。まあ、赤が増えてもいいか。これ何？あれ？ここからは引っ張れそうにない。あっち側から引っ張れると通れて、だぞ、みたいな。これさ、これ何？なんか知らないマークがある。え、これさ、なんだ？時間に関係する何かが落ちてんのか。これさ、なんかあの、時間が長くなるみたいな、探検できる時間が伸びるぞみたいな何かとかがあったりすんのかな。わかんない。そういうのあるの？なんか一日の時間の長さ変えるとかいう、なんか神様みたいなことできるんかな。とりあえず、ま、近くにお宝がありますと。こっちのお宝は、ま、3匹で持って帰れるので持って帰って、でペレットのさ、色がさ変わったタイミングでさ、黄色をぶつけると、あ、赤になっちゃったまあいいか。ちょっとさ、黄色の人数がさ、少ないか。あ、資材がなくなっちゃった。足りない。ピクミンがビーグル号で待ってるみたいです。ちょっとさ、資材足りない。敵を倒すかさ、それか何かをさ、ホリホリしないとダメそう。あー、ちょっとさ、資材足りないさ、ってなってる。4足りない。ちょっと足りないのか。となると、どうしようかな。なんかあっちの洞窟とか。ピクミンが困ってるので、ちょっと新しい資材を、なんかさ、そう、回収できるんじゃない。拠点に戻るか、資材を探してきてくれ。これさ、待て。あれまたさ、またモスだよね、あれ。あ、あの人は。そう、モスと、なんかさ、倒れてる人がおりまーの可能性があると思ったけどさ、左の人もさ、なんかオリマに似てる。なんかでもさ、葉っぱがついてるということはさ、ピクミンなのかな？ピクミンの仲間？なんだこれ。わかんない。わかんないけどさ、
まだ連れてっちゃうよ。行っちゃったね。くそ、またやられた。一体何が目的なんだ、本当に。っていうかさ、あの日だまりの庭のさ、モスと思しきやつとさ、兄弟、双子の兄弟か、ちょっとわかんない。わかんないけどさ、洞窟発見したからさ、こっち入る？え、これ何？小手調べの戦い。ピクミンは連れて行けません。地上で仕事している。地上でしている仕事は中断される。え、これさ、あ、てっきりなんか洞窟に、なんかその、何？なんかさ、連れて行かれたので追いかけて、なんか救助するぞ、みたいな感じに思ってたんですけど、バーサスって書いてるね。何が起こるのこれ。